こっちの時もやっぱあれかな、なんかないのかな、魔法使わなきゃいけないのかな、あれ法師が生きてるとかじゃないのか、どっちなんだろう。あ、魔法薬学室、はい。早々エスケーパー、何それ、早々エスケーパー、どういうこと、早々エスケーパー、ここの隠れミッキーどこ、あーやすぐ見つかったわ、あーすごい、もう錬金術で聴く音楽この気持ち、まあしょうがない。お前たちが今日から俺の担任クラスに入った新顔か。あ、やっぱじゃあ1の A はクルーエル先生があれなんだね、あの何、担任教師なのね。ふん、珍しい毛色をしているな、悪くない、日頃から手入れを欠かさないように。ほらもうこのクラス癖の強い人多いから、癖の強い担任入ってきちゃったなんかあのクルーエル先生も癖強いよな俺の名前はデイビス・クルーエル、気軽にクルーエル様と呼んでいいぞ。もう仮にさ、みんながクルーエル様って呼んだらどういう反応するんだろうね。絶対呼ばないだろうっていう体でこれ発言してるじゃんなんだろうな、顔はイケメンなのになんか今期逃しそうだよなって俺すごい思うんだよねいるだって自分の生徒にクルーエル様と呼べっつって嫌いじゃねえ。さあさっさと席につけ、授業を始める。まず基本的な知識として、後ろの鍋からピンクの煙出てるの、突っ込まない方がいいの。薬草と毒草100種類の名前と見分け方をお前らの小さい脳みそに叩き込む。100種類もあんの、多いな。草なんて見た目ほらなんか似てるやつ多いし、多分菌種類はまた別だ、うん、あ、そうなんだ。散歩中に知識なく口に入れて中毒にならないようにいずれ覚えてもらう、ね、俺ら何、散歩中に口にそこら辺に生えてるキノコとか食うやつらだと思われてる。あ、でもなんか授業回してると思うけどさ、なんか教義がなってないみたいなこと先生言うじゃん。この学校のなんか道徳とかどうなってんだろうね犬はすぐ拾い食いをするからな。あ、俺ら犬だと思われてる、もしかして。じゃあ目悪いよ、コンタクトかメガネ買った方がいいと思う。テストで赤点を取る生徒が一匹も出ないように厳しくしつけていくから、そのつもりで。なんか見る感じだとナイトレイブンカレッジって新学校だよね、なんでだろう。なるほど。ところで菌種類ってなんだ。んか漢字で書いてみ、お前た絶対あの菌種類って書くと思うからいや、俺暗記系苦手なんだよな。あ、そうなんだ。草なんかうまいかまずいかだけ分かればいいんだぞ。実験時のリリアみたいなこと言ったな。ん？教室、このなんかなんだろう、日本の教室しか知らないからさ、この横になってるやつすごい座りにくそうだなって思うんだよね。あ、魔法師、あ、このこれも何度も授業で聞いた曲魔法者の人だな、歴史好きなんだよな。どんな感じの授業なの。私は魔法師の授業を担当するトレインだ。こちらは使い魔のルチウス。でも使い魔の基準って何なの、なんかあんの。欲しくなったら勝手に買えばいいの、召喚するの、どっちなん。君たちにはこの世界に繁栄をもたらしてきた魔法についての歴史を学んでもらう。魔法についてのなんだ、あ、なんかこのツイセットワンダーランドの世界の歴史とかじゃないの。なるほどね、うん、今のはあーなんかこう心に響いたというかね私はレポートだけでなく、うん、授業態度でも評価を行うぞ。居眠りは許さない、うんうんうん、ではまずテキスト15ページを開いて。毎回思うんだけどさ、なんで授業するときにさ、先生たちってさ、教科書の一番最初からじゃなくて、なんか、飛ばしたページからスタートするんだろうね。謎じゃない？この、その15ページだったらさ、前の14ページまでの分いらないってことじゃん。これは何？いらない分なの？毎回なんかその、新学期授業するたびにすごい思ってたんだよね。ドワーフ鉱山で宝石の採掘中に発見された魔法石について。あ、この前行ってきましたよ、先生。あの、やべえ怪物いたんですけどその件についてはちょっとどう思いですかね
あ、そういう感じなんだ。あ、なるほどね。あ、じゃルチウス的な子見たことあるみたいな。あー、やっぱ、ちょっとやっぱね、あれも、うん、怖かったっていうか、なんだろう、不気味だったって感じなんだよね。もういい？この世紀の発見により、魔法エネルギーは広く世界に知られることとなり、この年は魔法元年と呼ばれる。あ、え、何それ？あ、魔法石があったから採掘したんじゃなくて、採掘してたら魔法石が出てきたってことなの？え、始まりの場所ってことじゃん、あそこ。うわ、なんか怖い、それ考えたら。あ、じゃあ、あの、ブロットの化身のやつはじゃあ何？大昔の人間説があんの？怖っ。これ、重要。あ、やっぱり、あ、じゃあ、一番実は大事な部分だってするんだよ。やっぱ、そういうことだよね。だから、うわー、なるほどね。うわ、もうルチウスが全部言ってくれるから。うまいじゃん、ルチウスのモノマネ。おお、ドワーフ鉱山で、おお、魔法エネルギーか。あ、デュース実はクソと天然だったりする。いや、なんでルチウスのモノマネもするの。もっとバーンって魔法使える授業がいいんだぞ。いや、まずは基礎からだっつの。わかったか、グリム。ああ、この曲もよく聴く。授業の時間だーって。はい、体力育成ってことは飛行術じゃないんだね。走り込みとかかな。はい。俺はバルガス。お前らもやしどもの体力育成を担当してやることになった。優秀な魔法師は健全な肉体から。見ろ。毎日生卵を飲んで鍛えたこの筋肉。実際にね、バルガスの元ネタガストンも生卵飲んでるからね。海外じゃやっぱほら、あの、日本みたいに安全に生卵を飲めないからね。なんかこう、マッチョの人とかね、体がいい人は生卵飲んでるって言うからね。海外怖っ、サルモネラ菌とか。日本でよかったわ。魔法師たるもの体力がないとな。そんなわけで、まずはグラウンド20周。次に、腕立て伏せ100回。ゲロ吐かない？え？高校1年生の男子ってこれ持つの？これ。グラウンド20周って。一周で疲れちゃうのよ、俺。腕立て伏せ0回しかできない。0回しかできないって日本語何？俺腕立て伏せ1回もできないんだよね。腹筋もないし。俺魔法師向いてないかもしれん。運動は嫌いじゃねえけど、先生が超苦手なタイプ。待って、エース、それどうやって服着たの、それ。謎すぎる服の着方したな、これ。首のところ伸びない、それ。体力には自信がある。ぐるぐる走って何が楽しいんだ？俺様はハムスターじゃねえんだぞ。自分のことは、なんか、例えるときにハムスターじゃねえんだぞって、もうなんか、渋滞するね、その、ケムクジャラとケムクジャラで。終わって、3次元目が終わって、廊下。あ、休み時間なんだ。どうなん？何が起こんの？次の授業は。何すんの次？なんか、魔法学校つっても、普通の学校とあんまり変わらないっていうか。まあ、そんじゃそんなもんだよ。想像よりも地味っつうか。魔法使えなくても、別にそこまで困んねえな。まあ、そうなんじゃない？グリムもそう思わねえ。あ、グリム？窓の外を見てみろ。あの中庭を横切る毛玉は。目いいな。え？あ、中庭。中庭を横切る毛玉って言い方面白い。あんなつまんねえ授業、一日中やってらんねえんだぞ。俺様は天才だから、授業なんか受けなくてもいざとなったらバーンとどでかい魔法を使ってやるんだぞ。あ、じゃあ逆に今やってみ、絶対できないから。こいつほんと縛りつけて猫の目にしてやろうかな。お前が通いたかった学校じゃねえの。お前が一番通いたかった学校で一日までサボるな。お前早速逃亡と。あいつ懲りないな。もうなんかほんとボコボコにしていて。監督生、1日目にして監督不行き届きかよ。ねえ、グリムを捕まえるのを手伝ってほしい？
いや、別に、いいです、別に。もう、ほっとくんで、もう、あの子のことはもうほっときます。もう、家にも入れない。もう、ちゃんと反省するまで、家の中に入れないつもりでいるんで。あと、監督フィット的って言うけど、僕別に、グリムのおもりをしてるわけじゃないんで、もう。僕放任主義なんで、あの子のことはもう、勝手にしてくださいと別に、手伝ってほしいとかはないですね。神様、エース様って、ややこしいもん。俺の名前を神様にしたせいで。もうなんかもう、ややこしい。俺の名前さ、俺自分で自分の名前叫んじゃってんじゃん。何これもう。わけわかんないじゃん。上のお願いしますはいいよ、全然。まあいいけど、下がもうわけわかんないじゃん。これ、俺のユーザー名じゃないよね、俺。普通に神様って出てるだけだよね。なんで俺自分の名前を自分で叫んでんの。しかも捕まえて頼んでないし。俺、購買のチョコレートクロワッサン。あ、うまそう。チョコクロワッサン。チョコが入って、美味しいね。だけどお高いからそんなに財布は開けられないよ。お高いね、ワッサン。ガキツカなんだけどさ。なら僕は学食のアイスカフェラテで手を打とう。あ、俺もそれ飲みてえな。ギョイ、なんだよ、このキャラ。交渉成立。んじゃ、ダメダメ監督生殿の尻拭いといきますか、デュース君。じゃあ俺は別に頼んでもないのよ。この選択肢が出ちゃったから頼んじゃってるだけで、いや別にいいよっつってな。まあ、エース君、昼食が楽しみだな。まあ、こいつらがくんづけでお互い名前呼んでんの、ちょっと、うわーって思う。なんか、絶対言わないじゃん、お前ら。絶対言わないのに、なんか、ノリノリ、お前ら仲良くなったね、お前らね。よかったよかった。なんか同じような、なんか悪い顔すんだ。あと本当は仲いいだろ、お前。お金ってどこから出るの、俺の。俺のお金どこから出るの、学園長からもらってんのね、これ。紙？それはグリモもびっくりするよ。何？その紙。その紙何？どっから持ってきたの、それ。どこにあんの、それ。おおよそなんか魔法師育成養成学校にあると思えない網。プールサイドの葉っぱとか虫とかをこう取るときの網。ね、あれまた戦うんだ。何、リズミックバトル、リズミックバトルなの。何、暴力デストロ。どこで何やってんだよ、俺。暴力デストロだからバトルってこと。あ、じゃあ水じゃん。水バシバシパーティーやろうぜ。よっしゃ、水バシバシパーティー作るぞ。ほら。水バッシャバシャパーティー、バディないんやけど。はい、捕まえた後ってことですね、これで。何してんの、中庭で俺ら。やだやだ、つまんない授業は嫌なんだぞ。5歳児か、お前は。なあ、そんなんじゃ大魔法師になまれないよ。黙らっしゃいって。下の選択肢だけなんか毛色違うよね。そんなんじゃ大魔法師になれんぞ、お前。な。お前、なんか今日厳しいんだぞ。じゃあ俺はいつも厳しいんだ。じゃあお前が変なことやんなかったら厳しくないよってことよ。わかったか？わかったか、グリム。うん、うんかすんか言いなさいよ。って言うとあいつ絶対すんって言うな。やっと昼休みなんだぞ。今日もうまそうなものがいっぱいなんだぞ。どういうシステムなの？なんか取りに行くシステムなのかな？俺の知ってるほら、魔法学校ってテーブルからバーって出てくるシステムだから。フルーツとか盛り合わせはあるんだよな。どういう感じなんだろう。あ、ビュッフェ、あ、ビュッフェなんだ。グリムってイカやネギを食べても大丈夫なのかな。うん、まあでも広い分してたから大丈夫じゃね。ビュッフェ式なんておしゃれだね。何その格好。ふわふわオムレツ。鶏肉のグリルにベーコンエッグタルト。すげえ、なんでもあんだ。シナモン食っていいんだね。あー、声がでかい。休み時間だけ元気になりすぎだろ、こいつは。給食の時間だけ元気になる小学生みたいだよね俺給食の時間嫌いだったな。なな、俺様は鶏肉のグリルがいい。最後の一個なんだぞ。自分で取りなさいよ。そんな、何頼んでんだよ、お前。さらっとお前逃げ出しといて、お前何さらっと頼んでんだよ。食えよ、持ってけよ自分で。その便利な肉球で取りなさいよ。あとオムレツもジャムパンもいっぱい取ってほしいんだぞ。自分で取れよ。そんな俺に頼まれても。あっ、なに。おいてめえ、
え、それどっちに言ってる？俺？グリム？グリムだったらグリムにちゃんと向かって言ってもらって。お前がぶつかってきたせいでパスタの温玉が崩れちまったじゃねえか。もろくね？え、パスタの温玉そんなもろいことある？だいたいちゃんとしてるよ。ゆで卵にしろ生卵にしろぶつかって崩れることはないからね。おいおいおい、プリプリの温玉を崩すのはカルボナーラ一番のお楽しみだぜ。もろい温玉だねそれ。あれ何、君そんななんかオラオラとか言っといてカルボナーラ頼んでんの？かわいい。どう落とし前つけてくるんだよ。卵一個で生き方が変。慰謝料としてお前の取った鶏肉のグリルくらい譲ってもらわないと釣り合いが取れねえな。釣り合わん釣り合わん。え、何それ、何、鶏が先か卵が先かってこと？え、この不良へうまいこと言おうとしろ、もしかして温玉と鶏のグリルってもううまいこと言おうとしろ。どういうことなの、わからん。もうこいつらの情緒一番わかんないんだから。な、嫌なんだぞ、この肉は俺様のだ。ああそうだ、言ってあれちゃんと。ほら俺んだってつばつければいいじゃん。ああ、新入生のくせに先輩に対する態度がなってないんじゃねえの？ちょっと裏来いよ。あ、お前あ、ね、先輩なの？お前先輩にはちょっとごめんなさい、見えなかったですね、ちょっと精神年齢が。この学校の裏ってどこ？先輩、高速に魔法での死闘は禁じると。あ、そうなの、殴り合い？あ、じゃあ金玉蹴った方が勝ちってことだね。最低です。死闘？これは先輩から後輩への教育的指導ってやつだよ。ね、別に俺な、君らハーツラブレリオの生徒、俺別にハーツラブレリオの生徒じゃないから、あの先輩とか後輩とか言わないでもらっていいですかね。急に冷めるじゃん。あー、食いしばれんだ、やんのかこら、来いよ、バトルかい。バトルかい、かかってこい。ああ、3人になってる。まとめて相手になってやる。え、あれ増えてる、あれ3人になっている。はい、こっちも押した。わかった。うん、これが覚悟の差だ。そうだ、覚悟の差だよ。お前の温玉が崩れようが崩そう、まあいいや。諦めたわ。